前髪がうざすぎて全部はい、じゃあやっていこうかなと思いますけども、今日はこちらのイケメン順位リスト、小西雄一さんです。はい、あ、すいません。あの、いや、ちょっとね、男型に宝塚っぽくしてみた感じなんですけど、はい、あの、アムロ、おいで、アムロ、アムロ、アムロ、おいで、来ない。どうですか、うちの、あの、子犬の成長は。でかすぎ。アムロ、アムロ、おいで。本当にでかい。ゴールデンってこんな大きかったでしたっけ。っていうぐらいでかいんですけど、顔がでかいもんね。顔がでかいの。でかい、でかいっすか。そう、最初ね、キッカに似てて、そのちょっとシュッとした感じになるかなと思ったら、結構こう頭蓋骨が最近すごい大きくなってきて、ね、大きくなってきたよね。カロの若い頃に似てる、うん、似てきた、うん、嬉しいの、嬉しいの、嬉しいわ。はい、ということなんですけど、今日聞きたい、今日はちょっと雑談動画です。あのテーマは決めずにダラダラ行こうと思うんですけど、まあ夏っすよね。はい、はい、夏真っ盛りで、ハロー映ってるかな。ハローもね、あ、ちょっと映ってる、端っこ見切れてるけど、瞬差でね、ちょっとこれ今日はね、ワイドコンバージョンレンズを使ってるんで、少しね、ちょっと端っこがね、ブレブレモヤモヤってなっちゃってるんですけど、そう、夏なんで、ちょっとね、あのワンコの、はい、はい、あれです、あの、ね、熱中症対策、はい、どんなものを食べさせたらいいか、飲ませたらいいか、はい、的なことをお願いします。ポカリスエット的な。それはポカリスエットでいいということですか。やっぱ現役だと濃いんで、はい、ちょっと薄めて、まあこう人が舐めて、まあ、味感じるぐらい。どれどれ。味感じないね。あれはイオンが、イオン水みたいな感じで。カロはカロか。でかい。でか。キッカは。こんなでかいんですよ。こんなでかいんですよ。私がちっちゃいわけじゃない。私はちっちゃいですよ。はい、そっか、じゃあ、ほら、ダメでしょ、ね、噛んだ、噛みました、ダメじゃないですか。ねえ、お座り、お座り、ねえ、天外の感じなんだよね、君からすればね。なるほど。あとなんかゴーヤがいいという噂を聞いたことがあります。そう、ゴーヤもあのビタミン C とかカリウムとかっていうのが入ってるんで、いいと思います。で、生で食べるとちょっと消化に良くないので茹でてあげるのがいいと思うんですけど、はい、ゴーヤのビタミン C はあの加熱しても壊れにくいそうです。顎外れそうだった。怪我する。あ、ゴーヤですよ、皆さん、ゴーヤ。知ってますか？あのレモン1個に含まれるビタミン C の量知ってます？レモン1個分なんですよ。勉強になったかな？ゴーヤ1本分に含まれるビタミン C の量、じゃあ分かる人。ゴーヤ1個分です。当たり、天才。なんで分かるんですか。分かりましたか、皆さん、はい、っていう、そのぐらいビタミン C が多いので、どんぐらい、はい、いいと思いますよ、はい。まあ、揚げすぎるとね、ちょっと下痢しちゃったりとかもあると思うんで、まあ、ちょっとずつ揚げるのがいいと思います、最初はね。で、まあ、下痢したりとか大丈夫そうだったら徐々に量を増やしていくとかでいいと思います。で、結構細かく切ってあげた方が消化にはいいので、はい、あとはその食欲がなかったりとかするときは、まあ、生肉
とかがいいってその愛犬家さんたちの中では言われてますね。生肉だって、まあ、獣医的にはね、あんまり生肉いいよとはね、獣医さんってあんまりいないと思うんですけど、それはなぜかというとですね、下痢するんですよ、ほとんどの子が。ああそう、僕もある。鹿肉以外だと結構下痢した。そうなんで、食べ始めっていうのは下痢するんですよ、絶対。なんでその獣医さん的にはね、進めにくい。獣医さん、生肉をゲットしました生肉です。これは食べてもいいですか？ダメです。ダメだって。では食べ物ではありません。うん、いつも食べてるのに。さあ、キッカでしょうか、アムロでしょうか。やっぱ実際見るとすぐ分かるなそう、実際見ると分かる、うん、動画だとあんま分かんないけど、うん、アムロはね、かなり活発、鍛え上げられたバネって感じ。実際見ると頭の大きさ全然違う、うん、そういいです。アムロ、おいで。アムロ、また思考が前。うんち、うんち、生放送中にうんち生収録中にうんち。そうか、いいよ、撮るよ。いいよ、いいよ。映ってなかったね、よかったね。ほら、やめよ。よいしょ、よいしょ。あと、まあ、うちのトミスさん、トレーナーじゃないからあれですけど、はい、あ、これでも最近ちょっとアムロが落ち着いてきたんですよ、はい、これでも落ち着いてきた方なんですよ、うん、今後ですね、アムロを育てていくにあたりどうしたらいいですか？どうしたらいい？どうしたらアムロが、アムロ、結構今注意力3万じゃないですか、ね、これを注意力6万ぐらいにするにはどうしたらいいですか？アムロ、はい、こっち。注意力、あなたは見るのもね。おい、なんか最近注目されてるノーズワークって書いてあるんですか？ノーズワーク、何ですか？それは鼻を使って物を探したりとかっていう遊びです。こうですか？こうですか？こうですか？先生、何も見つかりませんこう何が見つかるのかな？毛が見つかりました何ですか？何ですか？どういうの？痛い、そっちはダメだわ。ダメ。はい、遅い。遅い。はい、朝できた。今朝できた。遅い。はい。はい、お座り。ノーズワークですか？いや、なんかこう探すとかっていう感じの遊びなんですけど。はい、よし。頑張ろう。でも、まあ、まだ一切なってないですから、ね。そう、全然子犬なんかも言うこと聞かないですよ。もう、ちっちゃい男の子みたいな。ハロが食ってるし、はい、運動で発散させてあげて、はい、この間誰かもうみんな疲れるまで運動してやろうと思ったら30分経っても全然疲れてくれなくて、アームもうちょいで、それ少し中、はい、今日はちょっとセコムさんがいらっしゃって、はい、ここによだれついてます。え、どこですか？ここにめっちゃびっちょりよ。こっちめっちゃよだれついてる。ここについてる。かっこいいですか？イケメン。はい。では、あとすげえな。すごい。よいしょ。
ね。夏のワンコの、そうですね、アムロ、やめろ、おかしい。ちょっとマステコムさん関係ない。夏のワンコの、そうですね、あの運動、運動、ね、できないですよね、足って。そう、プールが一番いいと思うんですけど、川だとね、ちょっと皮膚病になるんで、わかる、結構モーションになっちゃったもん、プールがベストかな、プール、特にゴールデンとかだと水好きな子が多いんで、じゃあプール皆さんご自宅に、ほらアムロ、アムロセコムさんだから、はい、じゃあご自宅ではね、やっぱりあのプールを、はい、買って設置してみるっていうのがいいんじゃないかなと思います。よいしょよいしょよいしょ、プールはね、関節に負担も少ないし、涼しいし、全身運動だし、いいことづくんです、はい、もうこの人やんちゃすぎるんです、やんちゃすぎるんです、この人。プール入れるとね、その後が大変ですよね。そうですね大変ですよ、しかし、しかしやる、はい、ほら、もう一回疲れたって言ってな、あとなんか海外とかでよくやってる、人のランニングマシンみたいな、ああ、じゃあ皆さん、プールとランニングマシンを買って、ゴーヤとスイカを食べさせて、皆さんはレモンをかじりましょう。はい、はい、というわけでぐだぐだな雑談でしたけど、はい、できないもん、はい、終わりたまに持ち上げるとですね、力の差を認識し、主従関係にとってプラスになるらしいです。失礼しました。